さあ、ここがですね、先ほどの保健室のところで、右下の鍵をゲットすると、隣の体育倉庫室につながってます。ここに行くと、また変わるわけですね。これまでにないくらい空気が重くて、体も痛い、苦しい、吐きそうだ。無理せず吐いた方がいいんじゃない？そうはさせないか。来るな！ついてくんじゃねえよ！まだケンスケ戦ってんですけど。どんだけ戦ってんの、こいつ。この化け物が。てめえが、鬼姫様とかいうやつか？これはもう完全に鬼姫様の人形ですからね。へへ。怖くなんか全然ねえよ。今のてめえは、ただの人形じゃねえか。めっちゃ怖がってるな。首なしのガラクタだ。何ができるって言うんだよ。近づくんじゃねえって言ってるだろうが。近づくな。それ以上近づいたら。まあ、人形としてはね、大したことないですもんね。人間なんてきっと。うわあ、やりすぎくない？ じゃあ人形壊すような音じゃなかったからね、もはや。人形って血出ましたっけ？怖っ。すごい血が跡形もなかったかのように誰かが掃除してくれたのかな。と、ここで金属バットを拾いますと。まあ、あとは、流れは一緒ですね。鍵を手に入れて、屋上に行くところまでちょっと飛ばしちゃおうかな。はい、来ました、屋上。もう逃げられない。持っていた金属バットでナイフを弾いた。カナさん、お願いだから落ち着いて。僕だよ、シュウだよ。鬼姫様じゃないんだよ。シュウ君は自分が鬼姫様だと思われてるって気づいてたんだね。シュウ？鬼姫様？ああ、ああ。気を失った。都合いいな、こいつ。カナさん？気を失ってしまったようだ。返して、返して。合体！ トランスフォーマー的なやつだよね、きっと。人形が、さっきまでバラバラだったはずなのに。返して、返して。わかった。今すぐ返しに行く。だから待ってて。さあ、返しに行くのか、じゃあ。ここから動けるんですけど、セーブはできません。悲しいね。まあ、襲われることはないっていうことでしょうね。来ましたよ。さっきの男の子と、多分鬼姫様だね。遊ぼうよーって。アフレコ入れると。仕方ないわね。これ、あれかな？鬼ごっこしてんのかな？鬼姫様だけに。すごい怖いことしてるじゃん。最初、私これ見たときに、え、こっち向いてんのかよと思ったんですけど、私の方を別に向いているわけじゃなくて、大人たちがいたからですね。で、こっちも逃げようと思ったら、挟み撃ちという。でも、右と左は、がら空きなんですよ。逃げられるじゃん、みたいな。そして誰もいなくなった。桃源郷
この声がさ、すごい可愛くない？この歌の声。この曲もう3回目だけどめっちゃ可愛いな、この声と思って聞いてたわ。お、返しましたね。返したんじゃないのか、これは。あげたのか、この男の子が。あ、消えた。そこで主人公が登場しました。入るのかな？ここでめっちゃ面白いこと起きますよ。ケンスケ！ 助かってたの、もしかしてと思いきやのまさかの白骨化。そんな、体が。そして、無視して、壺に行くと。鬼姫様、あなたが探していた大切なものは、これですよね。人形を返したと。まあ、唯一の友達からもらったプレゼントだったんでしょうね、鬼姫様が。寂しかったんだね。ケンスケ、遊びはもう、終わったよ。さあ、帰ろう。骨一個一個拾ったのかな？ケンスケの骨を拾った。他にすることは多分ないんだと思うんですよね。なので、このまま帰ります。はい、さようなら。今までありがとうございました。この実況も最後ですね。骨が。あ、またかわいい。かわいい歌声。待ってくれ。の存在がなかったことに。鳥居をくぐったその瞬間、健介の骨は目の前でまるで長い年月を経ていくように風化し崩れていった。ああ、ずっと聞いてたいこの歌。街に着く頃、健介の骨はもうどこにもなかった。鬼姫様って知ってる？うん、知ってる。この町に伝わる古い伝説でしょ？そうそう。昔々、ここがまだ村だった頃、ある農家の家に頭から角が生えた女の子が生まれた。その角のせいで、その子は誰とも仲良くなれず、いつも一人ぼっちだった。そんなある年のこと、悪い病が村中を襲って、大勢の人が苦しんだ。村の人たちはそれを女の子のせいにして、みんなでその子を殺してしまった。それ以来、村では突然子供がいなくなってしまう、いわゆる神隠しが頻繁に起こるようになった。きっと、一人ぼっちのまま殺された女の子の霊が、友達欲しさにさらってしまう。そんな噂が、誰からともなく流れ始めた。新しい登場人物。それで、ここが例の神社ってわけ？うん。ここがその鬼姫様の霊を鎮めるために建てられた神社。でさ、私たちの学校に以前、鬼姫様に呪われた生徒がいたって話したよね。うん。確か、ある生徒がここへ行ったっきり行方不明になったって話だよね。そう。
実はあれには後日談があるの。その生徒には二人の友達がいたんだけど、例の行方不明事件から間もなく、その二人も学校から帰宅途中いなくなったんだって。え？その人たちも行方不明になったの？二人とも次の日無事発見されたらしい。ねえ、その友達二人って、もしかして男と女だったりする？話によるとどうもそうみたいだけど、でもどうして？別に、もしそうなら合い引きして朝帰りって線で説明つくんじゃないかなーと。ちょっと変な方向に話を持っていかないでよ。それにその可能性は絶対にないと思う。だって一人は学校の屋上で気を失っていたそうだし、もう一人はまるで魂が抜けたみたいな状態で公園の真ん中に突っ立っていた。おまけに二人とも昨日まで自分がどこにいたのか、何をしていたのか、全く覚えていなかったって言うんだよ。私、やっぱりその二人は、行方不明になった友達を探しに行って、鬼姫様に出会ってしまったんだって思う。きっと、あちら側の世界に、連れて行かれそうになったんだよ。でもさ、結局のところみんなあくまで噂なんでしょ？もう、千春ちゃんって現実的すぎて全然夢がない。夢なのかな？ごめんごめん、つい。でも、思ったより雰囲気あって面白かったよ。案内してくれてありがとう、水木。そんな急に感謝されても困っちゃうよ。いや、感謝はしてないと思う。私の趣味に付き合ってもらったようなもんだし。それじゃ、階段スポットも無事見学できたことだし、暗くなる前に帰るとしますか。この後何かが起きますかね。はい、こんにちは。はい、こんにちは、どうも。ほんと、変わってないな、ここは。あれからもう何年が過ぎただろう。健介は結局行方不明扱いのまま、少しずつ自然とみんなの記憶から消えていった。かなさんは、あの夜会ったことを何一つ覚えていない。きっと、あまりのショックに、かなさんの精神が防衛したのだろう。健介を失ったという事実に変わりはないが、あの出来事を覚えていないだけまだ幸いなのかもしれない。僕はその後、いろんな人に一体何があったのか、しつこく聞かれたが、最後まで知らない、よく覚えていないと言い続けた。話したところで、誰にも信じてはもらえないだろうし、そもそも、あれが本当に現実の出来事だったのか、未だに言い切れる自信がないのだから。めっちゃびっくりした。めっちゃびっくりしたじゃん、今の。手叩くやつ。一緒に遊びましょう。断る。はい、ということで、鬼遊びは、ここで終了ですね。夜になり、このまんま、閉じていくと。さあ、ということで、鬼遊び最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。いやー、これは何だろう。ムツリョウさんなのかな？ちょっともう漢字に弱い私なんでちょっと読めないんですけど、知ってる方がいたら教えてください。もうありがとうございました。もう逃げげつらーい。逃げげつらかったし、今回何がつらかったって機材トラブルですよね。完全に私のミス。もうね、なんでこんなに音取れてないやら、ゲーム音取れてないやら、ちょっといろいろ重なりすぎちゃってね、パニック状態でしたよ。まあ無事に最後まで鬼遊びプレイすることができたので、よしとしましょうか。
いやー、皆さんいかがでしたか？ちょっとね、逃げゲーはね、結構やるのね、汗かくんですよ。ただゲームやってるだけなのにね。逃げゲーはほんと辛い。何より今回ね、相手が見えないっていうのがめっちゃ辛すぎて、途中で投げ出そうと思っちゃったぐらいだよね。よかった。とりあえず投げ出さずに終わりましたね。ということで、じゃあまあこのエンドロールを最後まで見て、おまけを見て終わりにしましょうかね。こそありがとうございました。ということで、おまけやっていきましょうかね。ある日の放課後。お、鍵が置いてある。校長室の鍵。校長室開かずの間でしたからね。校長室は、多分、ここ、あ、もう完全になんかここっぽい。セーブしますか。セーブするってなんか逃げるとかあんの？ただいま外出しています。しばらくの後、またいらしてください、校長。出かけてんのかーい。ぬっこ。すみません。誰もいなかったんで勝手に入っちゃいました。それじゃあ改めまして、作者かーい。こんにちは。そして初めまして、作者の、これは何だろう、むつりょうでいいのかな。今回は作者にとって処女作のゲーム、鬼遊びをダウンロードプレイしていただいて誠にありがとうございました。このゲームが処女作ですよ、皆さん。ここでは後書きということで、本編では語れなかったことや制作上の裏話をお話ししたいと思います。制作話。本作のアイデアは、ふとホラーゲームで追いかけてくる敵の姿が見えなかったらどうだろうと考えたのがきっかけです。とんだことを考えたもんですよ。 本当に大変だったんだから。そのアイデアを膨らませていくうち、そういえば鬼って鬼と書いて姿が見えない霊のことも指すらしいといったことも思い出しまして、そうだったんだ。自然にそのアイディアと鬼が結びついて、鬼姫様という存在が浮かび上がり、続いて物語と主人公たちのキャラクターも生まれました。制作上の苦労は挙げているとキリがないので、略、まあ、最初だからね。っていうか、ほぼ全てが苦労でした。もっと効率よくできるはずのところで、かなり無駄な処理をしていたり、まだまだバグがあったりするのかもしれませんが、どうか許してください。あと、制作上の話といえば、作っている最中、一瞬誰かに腕をつかまれ、やめましょう、そういう話。それは関係ない。裏設定。鬼遊びのテーマは、制作話にもあるように、見えない霊である鬼、あるいは陰かということになっています。あと、見えない恐怖ということで、人の悪意といったものも全てまとめて鬼という言葉で総称しています。なるほど。ところで、学校でシュウはカナに襲われる理由ですが、あれはカナが混乱しているからというだけではないんです。実はあの時、周囲に鬼姫様が取り付いているという裏設定があります。懐中電灯がつかなくなってしまうのも、鬼姫様が周囲と一緒にいるからといった、そういったところで一応ほのめかしてはいるんですけれど、あの後頻繁に過去の回想が入るのも、鬼姫様の意識が周囲に流れ込んでいるからなんだ。あ、そう言われてみれば確かに。私は勝手になんか人形から鬼姫様の思いが溢れ出てるのかと思ってました。ちなみに校内のトイレの鏡を調べてみると、まれに鬼姫様の影が映ることもあるのもそのためです。一回ありましたね。本当はイベントの一つに組み込もうと思ったんですけど、なんか説明的すぎると思ったので、おまけ的な要素に演出しました。でもこれじゃ気づかれることなくスルーされますよね、普通。そうですね。なかなか汲み取ってくれる人いないでしょうね。鬼姫様の影は鏡の前で決定ボタンを連打していると、いつか出ますと。なるほど。次回作は、まだ未定ですけど、ノベルゲームにもいつか挑戦してみたいと思って、あー、やっぱりやりたい。ノベルゲームはやりたいです。ぜひお願いします。内容はまたホラーになるかどうかは分かりませんが、ホラーは大好きなので、どんな形であれ今後も挑戦し続けたいジャンルです。ミステリーもお願いします。 さよなら。はい、さよなら。あっさりしてんな、別れは。6つのエンドがあります。エンディング一覧とヒントを見ますか。私は3つ集めたってことかな。それともなんかセーブデータが消えてるから、あれなのかな。わ
わかんない。私何個見ましたっけね。忘れちゃった。もう夕方だ。帰ろう。はい。ということで、タイトルに戻りましょうかね。鬼遊び、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また別のゲームでお会いしましょう。さよなら。